いや、まさかの夜になっちゃいましたね。そうですね、はい、真っ暗ですね。真っ暗ですね、はい、ちょうどあのライト持ってきてよかったです。はい、はい、ということで無事 400D プロフェッショナルエディション買い取り、はい、終わりまして、はい、はい、これからちょっと販売者紹介用の動画撮っていきたいと思います、はいはい、でまず、改めてですね、はい、お車の情報お願いします。はい、はい、こちらですね、2023年式の走行距離400キロで、外装カラーがヴィンテージブルーとなっております、うん、はい、はいはい、まずですね、はい、あの足回りこちらのアルミホイール、はいはい、こちらが18インチとなっております、うん、はい、通常は20インチなんですけど、まあ、これが18インチっていう部分が、はい、やっぱりオフロードっぽいテイストありますよね、うん、そうですね、はい、はい、で、まあ、あと上ですよね、はい、はい、上、はい、ルーフラック、ルーフラック、はい、はい、こんな感じです。リーフラックがやっぱついてるのと、うん、あと後ろのこのリアラダーですね。リアラダー、はい、うん、で、まあ、あとスペアタイヤのこのカバーも、うん、まあ、タイヤが要はむき出しの状態ですね、はい、こんな感じ。この辺りがだいぶオフロードっぽい感じが、うん、そうです、感じられるんじゃないかなっていうふうに思いますね、はい、で、あとやはりあのブラックアウトも随所に施されているっていう感じですよね。そうですね、はいはい、全体的に、はい、はい、ちょっとぐるっといきましょう。はいはい、このような感じになっています。で、あと、その他に特徴的なところといえば、はい、こうステップじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そうですね、サイドステップがこのような形となってます、はいはい、通常よりも、まあ、短いというかない感じですよね、うん、その分足をグッと上げて上げる感じですね、はい、そうです、はい、まあ、そのあたりもオフロードっぽさあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、はいはい、こちら内装となっております、はいはい、まず限定車ならではのポイントっていうのが、うん、やっぱりこのブルーステッチじゃないかなと思います。ブルーステッチ見えますでしょうか。はい、はい、ブルーですね。はい、ちょっと白に見えるかもしれないです。はい、はい、まあ、ステッチカラーが外装色と同じ、はい、ステッチカラーが採用されてるっていうところですね。うん、このあたりが限定車ならではっていう部分になります。うん、で、装備面に関してはこちらあの G マヌファクタープログラムが要はあのついてますので、うん、例えばこういうね、シート機能。シート機能ですね、はい、シートベンチレーターであったり、うん、ダイナミックシート、その他リラクゼーション機能、そういった機能はすべてついているという感じですね、はい、で、まあ、その他ステアリングの方にはステアリングヒーターもついてますし、うん、まあ、装備面に関しては、まあ、通常モデルのフルオプションの内容の装備がついているというところですね、はい、で、僕ちょっと一つ気になったのが、はい、ルーフラックついてるじゃないですか、はい、この一応ラグジュアリーパッケージもついてるということで、これ開けたらどんな感じになるか開けてもらってもいいですか。はい、こんな感じです。あ、ちょっと夜なので分かりづらいですね。はい、まあ、サンルーフそのままあの、はい、開け閉めチルトもできますし、うん、まあ、あのそのまま、お使いできるっていう感じですね。はい、続いて後席見て、後席になります。はい、はい、まあ、後席も、前の席と同じようにブルーステッチがついた、うん、はいはい、ダイヤモンドステッチシートとなっております。はい、続いてトランクルーム見ていきたいと思います、はい、トランクルームは確か、はい、こんな感じですね。そうですよね、はい、チェリーウッドラゲッジフロアとなっております、うん、はい、まあ、この外装の感じと合ってますよね。そうですね、オフロード感にプラスウッドというなんかテイストいいですよね、はい、いいですね、はい、そんな感じの内装となっております。はい、はい、ということで今回ですね、こちらの G400D プロフェッショナルエディション、はい、入荷の方させていただきました、はいはい、でこちらなんですけれども、販売価格の方が総額で2380万円という価格で販売の方させていただきます、はいはい、でお問い合わせの方は、概要欄の方に貼っておきますので、そちらからですね、あのお問い合わせの方いただければというふうに思います。よろしくお願いします。はい、はい、で、さらにですね、このヴィンテージブルーに続いてデザートサンドももうすぐですね入荷予定ということですので、どちらかいいなというふうに、悩んでいただければなと思います。はい、はい、ということで今日は G400D プロフェッショナルエディションのご紹介でした。はい、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。買取査定のご依頼は概要欄にある買取査定フォームよりお願いします。 G クラス販売情報は YouTube コミュニティ、Instagram、Twitter にて随時ご案内しております。G クラスグッズはオンラインショップにて販売しております。随時商品を更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。